今日手巻き寿司でした。コナン見てました。私も見てた。リニアが出発したところまで見てた。そう、最近メイク変えたの。ちょっとなんかずっと一定だったからちょっと変えようかなと思って。変えた。髪頑張って巻いたけど無理でした。外羽みたい。だから外羽ってことにする。ナチュラルに見えるメイク？なんか濃いイメージあったんだけどさ、メイク自分ってどうなんだろう。メンバーにはね、薄いって言われる。いつもメイク変えたって言ってるイメージ。最近ね、最近変えたって言ってるのは同じ。最近このメイク、1週間ぐらい、ここの1週間ぐらいはこのメイクだけど、アイメイクとね、チークの位置を変えた。あとリップのリッププランパー、めっちゃ痛いリッププランパーあるんだけど、それ使ってる。それ使うとなんか唇がさ腫れるのよ。だからそれ塗って塗ってる。まつげをね、頑張ってるんだよね。そう、カプサイシンみたいな入ってるやつ。超痛いよ。まつげ美容液ね、やるの忘れちゃうんだよね、途中で。1週間ぐらい頑張ってても気づいたらやらなくなっちゃってるから、アイクリームは塗ってる。アイクリームをもうまつげにも塗るの。これまつげ美容液だよってまつげに思わせながらアイクリームを塗るの。バターサンドね、ベルマートのやつ。まつげ美容液生えてくるっていうか強くなる、まつげが。そう、目に塗るやつ、基礎化粧品なんだけど、目元に塗るやつ。バターサンド？こうサンドされてるやつ。
よくわかんない、なんかクッキーとクッキーの間にバター混ぜて作ったクリームみたいのが入ってるんだけど、そうちょっとバター味は感じた、マーガリンみたいなのは感じたけど、私バター嫌いなんですよ、嫌いっていうか苦手なんですけど食べれたから。でもちょっとこんな感じ持った時はこんな感じ分厚いバタークリーム、うーん、油っこい食べ物はあんまり好きじゃないんだけど、化粧品のリール、うーん、今のとこはやらないかも。なんか、そう、あれは良かったんだけど、あれで、そう、せっかくなら人間が写ってる方がいいのかなとも思って、とりあえず自分が写ってるやつ動画を載せてるだけ今は。ちょっと熱くない？バターサンド熱い、で食べんといかん。紹介してくれたのまだ使ってる？ほんと？カホも自分で載せたやつまだ使ってるやつがほとんど。見るの楽しみにしてた。なんかね、推しが毎日動画を載せますとかブログ書いてますってなったら見るよねまあ見るよね私もゆずさんが毎日更新してた時は毎日見てたし そう、わかる。更新待つよね。更新待ってる報告を友達にするんよ。推し早くブログ更新しないかなまだ今日上がってないんだよねって、へーって言われる。生誕くじやってない、なんかやろうと思って、そうツイートを掘り返せるようにいいねしといた。で、そう今日にじゃないよの収録だったんですよ。ちょうどあのツイートが来た時に収録前とかでタイミングがちょっと悪かったから、そう、そうなんだよね。見てたらさ、いろいろモバイル会員にもなんないといけないみたいな、なんかいろいろさ書いてあってさ、あ、これすぐ引けないじゃんって思ったの。
だからまだしてない。私何にしよう。やっぱビデオレターが嬉しいんですかね。みんなビデオレターにするじゃん。モバイル会員になれるよ。なれば。昔なってたけど、カホやめちゃった。何がいいんだろう。悩み中、悩んでるって言いつつあんま考えてないけど。まだね。そう、ムチはね考えてる。でも1個しかないんだよね、ムチ。サイン入りムチ。どうやってサイン書くん。落書き入りムチとかはどう？至る所に落書きするの、油性ペンで。使い勝手悪いけど。いいでしょ、私の落書き入り。じゃあ使い道がないからな。いいじゃん、電球にさこうつけてさ、カチャッカチャッってやるタイプなんだけど、うちの電気ってその先端にこう縛ってカチャッカチャッできるよ。あとはに使えるんだろうね。私リモコンがいい。私の部屋の電気もリモコンがいい。でもリモコンにすると動かなくなるんだよね。こうさ立って豆球にして寝ないといけなくて、休みの日ってほぼほぼ動かないからさ、それぐらいなの。動くのだから起きた時も電気カチャって変えて明るくして動くんだけど、そうリモコンになったらね動かないんだよね。この間治ったと思う。見てないけど何もないと思う。感覚がそんな感じ。蜂蜜飲んでるからココアに入れて。アレクサー、でも話通じなくない？たまに。わかんないけど。反応した？そう、友達のね家であるのかな、あってなんかボタンを押さないとなんたらみたいな、アレクサのスイッチ入れとかないといけないって聞いて、それは押さないといけないのかって思ったけど。
ネックレスしてるけど、ここが痒いんだよねネックレスが気になるとかじゃなくて、ここが痒いんだ。便利そうだった？全然使ってないっぽかったよテレビだからまた違うのかな。なんか暇みたいな言ったらテレビなんだけど、なんか始まったりして友達がこんなのあるんだって言ってた Fire TV、 わかんない、いろいろあったよ、つながってたよ。眠っ。光 TV、 わからない。今日さ、リップの色違うんだけどさ、気づいた？あさってはライブですね。そうですね、ライブしてリハして公演して踊り続ける3日間が始まる。何色か分かんない何だろう、うん、誕生日プレゼント買った。めっちゃいいどこいたっけ、めっちゃ好きだと思う早く渡したいな。前髪をさ、こう分けたいんですよ。けど似合わないから悩んでる最近。かおちゃん誕生日何が欲しい？ふーん愛が欲しいって言うと思ったでしょかな。前髪が欲しいかも、今一番前髪伸ばしたいから前髪欲しいんだよね。かおちゃんはこだわりのブランドとかあるの？ないんだよね、全部ない。服も化粧品も家具とかインテリアとかもない。これが可愛いって思ったらそれ
感じ。可愛いか、なんか好みか好みじゃないかかな。なんか好きなブランドだから全部のものが好きとは限らないじゃないですか。だからね、服のねブランドとかも全部違うんですよ。だいたい通販だけどね。ゆずさんね、誕生日プレゼントで、ね、ゆずさんがいいね。スマホ、そう、スマホ変えたいんだよね。変えなきゃ。ザラ？ザラね、あんまないかも、買わないかも。お店の雰囲気は好き。でもさ、なんだろうね、あんまりこれっていうのがないんだよね。今 iPhone の11使ってる。あ、そう、オフショルって検索したりとかだね。オフショルだとか。無印？服買ったことない。化粧品ぐらいかな。でも無印のね化粧品もね、私あんまり合わないんだよね。導入化粧水って有名じゃないですか。ゆずさんがインスタ更新した有名じゃないですか。私あれ合わなかったの。あれ使うとちょっと調子悪くなっちゃう。ね、肌質それぞれじゃん。でもさ、みことさんとさ、ゆずさんがさそれ使ってるって言っててさ、そう、二人してなんか二人してとか言っちゃいけないけど、なんか一緒にお出かけした時にそれぞれね、なんかたまたま無印ってたまたま買ってたのかな。それは買ってたか、買ってたかも。これ使ってるみたいな話をしたのかわかんないけど、2人とも使ってて、それで買ったんですよ。私もいいって有名だし。でもね、相性あんまり良くなかった。私は私はね、そう、推しの真似しただけ。私はね、あのね、なんだっけな、リールに載せたやつ、もうアーカイブにしちゃったから、消したわけじゃないんだけど、アーカイブになってるから復活させれば復活できるんだけど、載せてたやつが好き。名前なんだっけな、ドクターシーラボかどっかの、ラベンダーの香りがする線香美容液みたいなやつが良くて、相性良くて一時期超使ってた。最近は使ってないんだけど、
THC だっけな、なんか D から始まるやつ。 THC は相性がいい。私はあんまり DHC のやつ使ってて合わないなって思ったことないんだよね。だいたいこれいいかもって思うから私は好き。夏にいい化粧品、私あれ無印だけど、無印だった水色のさやつの水色のラインの化粧水とか、オールインワンゲン、オールインワンゲルとかは夏にすごい良かった。2年前の夏とかそれ使ってた気がする。去年ではないけど2年前の夏はその辺だった。あ、合わない、あるね。今無添加って書いてあるやつ使ってる。よくて結構よいしょ。これ化粧水1000円ぐらいだった気がする。アクネスラボ、かい肌使ってる。よいしょ。合わなかった？まあ、シンプルだしね。合わないってのはね、なんだろう。調子良くないって感じ。あ、乾燥した？ほんと？これとイハだと使ってるからかなオールインワンいいよねって言うよね。肌に触れる回数が減るから。オールインワンね、あんまり持ってないけど、もうすっごい疲れてめんどくさい時期はそういう系にしちゃう。シャンプーはジョンセンムルっていうところの、違う、ミジャンセン、ヘアオイル有名なとこ。化粧落とすよ、メイク落とさないと。ミジャミミジャンセン、ミュミジャンセン、ミジャンセンかな。名前がねいまいち把握できてないんだよね。かわいいゆずさんのストーリー。
なんですっぴん見せたくないの？なんか嫌じゃない？神社行ってたけど、初めて行った。あそこ神社行きたいと思って検索したら一番なんだろう、いい距離感のところにあったから 行った。距離感が良かったので アンケートみたい。ここを選んだ理由は何ですか？近かったから。オレンジのボトル、そう、みちゃんせん。前の守り持ってってない。どん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 部屋にお守りが溜まっていく。眠いな。帰りの電車爆睡してたのにな。男が使うとかおかしくないんじゃない？人間はみんないいでしょ、一緒でしょ。お腹鳴っちゃった、グーって。あ、ご飯食べたからか。柴犬？ あ、ちょ、動物に例えるとみたいな特番、里かほらぼの特番やった時に動物に例えると何みたいな話をした時に、私犬っぽいって今まで言われることが多かったんだけど、そう、はたこんさんもけんじさんも犬っぽくはないって言ってて、鹿になったけど、バンビ になったけど、鹿。猫？猫か犬だったら？でもそっか、ゆずさんに対しては犬だけど 他の人に対しては別に犬じゃないかも。近寄らないし、橋駆け寄らないし、他の人に対しては結構シンプルな対応しちゃうんですよね、私。みことさんには犬 待てしてる犬って感じ。猫かな、人によるかも。でも本当に8割方の人に対しては猫って言ったらさ、もうラテちゃんのイメージしかないから、すっごいさ
ツンケンしてふてぶてしいイメージがあるんだけど、猫ってはあみたいな。ゆずさんには私しない。もうなんかおバカな犬って感じ。もうずっと尻尾ブンブンだもん。ラテちゃんはラテちゃん、ね、だってって言っても何って感じ。でもね、撫でられてくれるんだけど、ラテちゃんは撫でててもなんかあーって声発してそうな対応なの。たまにゴロンってしてくれるけど、本当に2ヶ月に1回ぐらいだけど、もう毎日こう撫でて、あでもどうだろう、結構うんーってやってくる時もあるけど、さっき撫でたら本当にあーってなんか漏れてた。ラテの心の声が、声は出てなかったけど顔に書いてあったもうみたいな歩いてるよ。走ってたもん、さっき逃げてた。トン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 って。お母さんに一番懐いてる。そうなんですよ。そうでもね、ラテはね触っててね、急にハッて顔して違うみたいな顔してくるの。ラテって言って撫でてても、最初こうやって撫でられてるんだけど、ちゃんとだけど急にハッてやってくる。まあいいかいいそう、猫ちゃんはねご飯くれる方に、人間に懐きやすいから。そうで、触りすぎるとパンチしてくるの。こうやって手でどけるか、ペンってトゥン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 って殴ってくるの。殴ってくるっていうか、なんだろう、タッチみたいな肩パンみたいな感じ、人間で言うと。そんなにね痛いとかはないんだけどなんだろう、優しいんだけど、パンチは音は割とする、パンっていい音立てる、パッパッパンパンって叩いてくるんだけどでもパンチしてくるときにフェイントかけてくる上で、うってってやってくるから、こう触ってて嫌だと体勢変えるんだけど、それでもこうやって触ろうとするとうってやってくるからそう、ラテちゃんがこうやってフェイントかけてきたら、カーもこうやってやって二人でフェイントごっこしてる。お母さんにやめなよって言われるけどそういうことばっかやってるから嫌われるよって言われるけどだってラテが先にやってくるんだもんって二人でずっとこうやってフェイントかけ合って、バレてるからフェイントだっていうの、なめん舐めさせない、人間のことを舐めたら痛い目に遭うよって、うん、
カホンはラテちゃんのことは舐めてないけど、ラテちゃんが本気で本気でかかってきたら痛いけど、痛いと思うけど、やれたことないから。まあカホンやったことないからさ、そんな攻撃的な人間じゃないからさ、いつも優しくしてるんだけど、こうさやっぱさダメなのよ、舐めちゃいけないのよ。近しい人のことを舐めるのはやっぱ良くないから。でも爪立てない、優しいよね。対等、そうね、対等でいるよ。猫だからってなんか下に見ないけど、逆に対等に見てるからなんだろう、そんななんか甘く見ないでほしい、人生をそう、同じだから、もう人だから。だってもこっちがおはようって言ったらちゃんとおはようって言ってほしいしもう対等な世界線で生きてるからさ、だってと。甘えさせはしないそう、甘やかさん。人ってさやっぱ生きていくために働かないといけないしさ、そのトラブルをあんまり起こさないために考えながら生きていかないといけない生き物だけど、猫ちゃんはさ生きていくためにやっぱ、飼われてる猫ちゃんも生きていくためにそのするべき仕事ってあるじゃんだからそう、そこはちゃんとしてもらわないと対等なので、人間と同じように見てるから。お散歩をしないね、外に行ったりはしないね。ちゃんと求めるそう、なんかね、ラデちゃんは世界のね怖さを知らないのよ。ゆとり世代逃げたことないね、怖がりだから。そうだから、ちゃんと私が喋りかけたらちゃんと返事してほしい。厳しい、嘘。でもね、読み取る、汲み取ってあげてるよ。ちゃんとね、顔でね、返してくれるの。無視されたらさすがに嫌だけど、無視は本当にしないから、あんまり。もう、なんか、正面からラデオ来てるのに、ラテって呼んで、一切見向きもしずに
立ち去るとかは本当にないの。一回立ち止まってこっち見るけど、どっか行くとか何かしらねレスポンスをくれるの。振り向かないけど違う方向見て立ち止まってるとか。そうだから返事されなくてもちゃんと逆にラテがこうやってカホのことを見てるときはそう近寄って話しかけてあげる。何って別にって顔してるけどさっき見てたじゃんって思うけどね。どうしたって言っても返事はしないけど、人間もさ一人ぼっちでいるときにさこう見ててさ友達がさ来てくれたら嬉しいじゃん。それと一緒だからやっぱラテもこうやってカホ誰かいるなって思って見てたときにこう近く来てくれたらやっぱそれはねいい関係性につながるので。毎日話してる。そうでもあんま触りすぎるとね怒るんだよね。カホちゃんも触りすぎたら怒る。私あんまりね好きじゃないんだよね。うん、ベタベタされるの。自分がする側ならいいんだけど。そう、触られたら怖い怖い。だってちゃんと一緒だね。そこはそうゆずさんにね聞いたの。でも何か何も言ってなかったけど、あでもゆずさんは逆に自分からいけないって言ってた。なんか人に自分からいけないからなーって。でもねあんまりねしつこくならないようにこれでも気をつけてるんですって話をしたら、しつこいけどねって言ってた。昨日だっけ、いつだっけ、あったの昨日か、昨日だっけ。日にちがもうダメだ。うん、ちゃんとしつこいらしい。そうでもね笑いながら言ってる、いつもしつこいけどねって。それは見ててわかるよ。
しつこいの？そう、でもね、よく考えたら行動と言動がね、合ってるってすごいことだと思うよ。なんか計算高いって言われるじゃん、私。そうだから、そうさ、なんかさ、浮気でも結局計算で近づいてるんだろうなみたいな、くっついてるんだろうなってなったら、それは嫌だから、本当に。そういう風にはならないようにしてる、生きてる。行動と言動は合ってない人もいるよ。かほちゃんのことが好きって言ってたけど、他の子のとこ行って何々ちゃんのこと好きって言ってた。一番だよって言うくせに、まあ、一番だよって言う人こそ234番がいるから一番が存在するんだろうと思うんだけど、その辺は矛盾してないんだけど、へみたいな。って思う時あるよね。でも私はさ、そうさ、愛を振りまかない、なんだろう、好きって好きですみたいなのをいろんなところで言ったりしないから、その辺は割と一途だからね。うん、そう、ファンの人にも結構言うけど、確実にいろいろ言ってるって分かる人にはそんなに言わないよ。そう、あ、でも DD だしなって。うん、ちゃんとレスポンス。なんとなくね、なんとなくだけど、はあ、でもやっぱいいよね、推しがいるって。そう、でもやっぱ押せるときに押しとかないとね、ダメなんですよ。ほんとに。アイドルの推しメンを、やっぱ応援できなくなる日は来るじゃないですか。一回経験してるから。で、なったときに、なんかこの、歌って踊ってる、推しを
見れる時間ってやっぱ限られてるんだなって思うから、ってなったらまああれだよね、しつこくなっちゃうよねゆずさんにだけど、そう、そのやっぱ一日一日を尊く過ごさないとダメなんですよ。本当に。押しすぎると卒業の時に辛い。でもさ、その辛さもさ、良くない？辛さ、辛いか、私も辛かったな。でもさ、卒業してもメンバー同士会えるっていうけどさ、会えないんですよ本当に。そんなにたくさん会えないじゃん。毎日会いたいもん、推しには。毎日会いたいし、毎日なんか SNS 更新しててほしいけどさ、やっぱ減るしさ、見れなくなったりするじゃん。毎日はしんどい。嘘。毎日見たくない？笑顔で生きてる姿を確認できるだけでいいけど、私は喋ったり、まあ毎日喋ったりもしたいっちゃしたいけど、毎日会えたらありがたみがわからん。まあそれは思うけど、好きだしな別に話したんですよゆずさんと。こう2019年の3月ぐらいからさ、すごいベタベタし始めてるんだけど、カホってゆずさんに、その時からさ、ずっとさ、こうずっとしつこいのもすごいですよねって一時期やっぱちゃんとさ、距離感しつこいかなと思って気にしてた時期はあるんだけど、それでもちゃんとさ、こう3年の月日が経った今でもしっかりしつこいのはさ、むしろもよりしつこくなってるのがさ、すごいなって思うんだよね。幸せなことだと思いますよ。なんかこう推しが生きてくれてるだけでもう感謝しないといけないなって思う。推しがね、可愛い衣装を着て可愛いパフォーマンスをしてくれてるだけでもう本当に、なんだろう、今日一日生きててよかったなって思うから、それはもう本当に感謝しなきゃいけないって思う。すごいことですよね。モバメね、見たらね、8月から撮ってた。8月頭くらいからメール取ってた。でもさ、なんか歌って踊ってる推しが好きっていうのはあるじゃん、多分みんな。
SKE48 のファンの方はね、多分ね、本当にね、歌って踊ってる推しが好きなんですよ。だから私がもし何か歌って踊らないけど、そう、芸能活動を続けるってなった時に、やっぱね、歌って踊ってる姿を見たくなると思う。だから人って流れていくんだろうね。どう3年か石の上にも3年悟ってる。でもね、やっぱね、けど実際会うと好きなんですよ。でも私別に薄れてないからな、みことさんの好きっていう感情は。そう、でもやっぱね違うよね、歌って踊ってる姿を見てきてた時代と、それがなくなった時とってなったら、やっぱなんか、まあ、アイドルの推しが好きだったんだろうなっていうのは感じるよね。そう、けどこうさ、推しが何かお仕事してたり遊びに行ったりして写真を載せてると、それはそれで湧くんですよねじゃない？なんか、あの頃の推しはやっぱ最強だったなって思っても、こう何か更新されると、わあ可愛いってなるんだよね、じゃない？そう、別にね、私は薄まってないんだけど、それはなんか見ててすごい感じる。ファンの方とか、まあいろいろね、すごいことですよ、推しとこうやっぱお話ができるのって。私はでもね、こう私ほどもっとすごいメンバーはいるけど、なんか自分が佐藤果歩を推してるとした時に、今以上にいろいろ更新があると追いつかないなって思うの。今自身の自分ができる範囲での更新量だから、もしこれでもっといろいろ更新してる系の人間だったら、まあでもより自分のオタク人生の中で推しの供給で潤うことは増えるんだろうけど、難しいよね。 SNS の更新が多すぎたら多すぎたで、なんかついていけなくてごめんってなる時もあるじゃん。この間配信でこの話してたんだけどさって言われた時に、あ、その配信見てないやみたいな、ごめんってなる時もあるじゃん。その辺が難しいなって思うよね。私もさ、ラジオとかでさ、これまだショールームでこの間話したんですけど、という前置きとかするときあるんだけど、それはなんか配信見てた人が、あ、この間もこの話聞いたなってなった時に申し訳ないなっていう気持ちもあって、その前置きをしたりするんだけど、逆になんかその配信を見てなかった人は
あ配信してたんだみたいな。おーっと決まるのかなって思って、全部が全部新しい話題にはできないかったりするからさ、それはねなんかね思ったりする。悩ましいよね。どっちもわかるからかな、アイドル側の気持ちもオタク側の気持ちも。アイドル側の気持ちとしては全部チェックしてほしいの。私が更新したものを全部知っててほしいと思うけど、やっぱさ配信時間タイミング合わないとかさ、ラジオはお仕事中だからいつも聞けないんだよねっていう方とか、ブログのチェック忘れてたっていうのもあるから、本当にね全部はね難しいんだけど、私も全部してるわけじゃないし、毎回配信見てるかって言われたら別にそうじゃないし、そうモバメ数日貯めちゃう時もあるし、そうそういうのはあるから全然わかるんだけど、難しいとこだよね。そうだから何かと言うの、ブログ更新したよとかインスタ載せたよとか、これはちゃんと見ててほしいって思うものは更新した後にちゃんともう一回言ったりとかしてるけど、難しいよねその辺。でも教えのモチベーションってさ結構さ揺れる人って揺れるじゃん。インスタの質問箱とかするとモチベが下がってて、あげてほしいですみたいな、あげてほしいですはちょっとなんて来てるかな、あモチベが下がってるのであげる一言くださいとかあるんですよ。だからやっぱモチベの変動しやすい人ってしやすいと思うしさ、それは思うんですよね。いやモチベ変動する人ってさ結局さ勝手に変動するけど勝手に上がるんですよ。推しが何か してあげなくてもしてあげても勝手にモチベ下げて勝手に上げてくるから。別にさって思っちゃうんだよね。質問箱でこう来るけどあんまり私が拾わないのはそういうこと。私自身もさあんまないけどモチベーションが下がる、なんであれ下がる時ってあるじゃん。食欲ない時も、食べることが好きな人でも食欲ない時って食欲ないし、こう表に立つお仕事してても美意識が本当に底辺な時は底辺なんですよ。もうこう食っちゃね食っちゃねみたいな時はあるから、そうモチベ下がる時って下がるんですよ。上がるってことは下がる時もあるでしょ。だからそうモチベが下がっててってくると、いやでもこの人は数ヶ月したら上がってるはずって思ってあんまり拾わないことが多いんだけど、うん、それは見てて思う。なんかねもうかほちゃんのところに行けませんって、いけません。なんか他の子に推しに言われたのか何かあったのか、もうなんたらかんちゃらみたいな、ごめんねみたいな、もう来れないかも、
まあお仕事で来れないって方はそうだいぶ忙しいのかなって思うけど、モチベーションとかいろいろあってってなる人は結局でもね来るから、それを信じてますか、なかほは。そのモチベーションどうこうとか行きませんとかっていうのはでも待ってるねっていうスタンスです、うん、まあでもそれで復活しなかったらさ、私がダメだったってことでもあるじゃん。だからそう、復活するまで待つかな。うん、そうなんですよ。でも一回好きになったらね、また好きになると思うんだよね。そんなことない、絶対あると思う。一回あこの人のここ好きかもって思って押し始めたら、ちょっとの距離が1年2年おたかつしなかったとしても、数年後にまた見て、その本来もともと自分が好きになったきっかけの部分がまた見えたら、あ好きだって思うと思うんですよ。そうだからね、むしろどうこうしない方が良かったりしない？わかんないけど、こう自分の気持ちがこう変動するときに相手から何か行動されちゃったらさ、それを待っちゃうじゃん。だからやっぱしないのが一番いいんだろうなって思ってる。計算高いんだろうねこういうところが。わかんない、計算っていうより考えだけど、私の中では。そう、ね、相手に一回合わせるとね、それがね、そうなっちゃうんですよ。難しいよね。へこんでる時によそで釣られるんだろう。まあそうだろうね、多分逆あれなんですよ。そっちが多いんだと思う。釣るへこんでる時に釣っちゃうことの方が多いんだと思う。そうだから一時期来るけどみたいな、やっぱ本来の家に帰るっていう人とかも見てるからなんだと思う。だから本来の家がここの家宝のところの人はモチベーションがなんか下がっても、なんか最近好きじゃないのかなって悩み始めたけどって言われても、なんかでも本当に好きなのは多分本来の家はここだからなと思って待っちゃうのかもしれない。本来の絵がどこがか分かりません。ここだと思ってるよ、カホは。
だからそうでもね、違うところから来た人のなんか居住先を、まあ変わるっちゃ変わると思うのよ。だからその辺はね気にしてる。見てたらわかるよ。でも結構この方はまだここに住んでないなっていうのは、そうトーク会とか直接会うと感じるかな。うん、別荘があるのかなとかその辺はね見て感じる。まあ SNS とかもそうだけど。アリエッティなんだみんな。うん、でもさ家がちゃんとあっても出張が多い人とかも多いからその辺はね分かんないよね。怪しいよね多い人多いよ出張が。出張の方が多いんじゃないかっていうレベルの人とかもいるから。でもそういう人もずっとさそういう暮らしはできないじゃないですか。だからそういう人もある程度すると出張が減ってくるんですよ。でまた家で過ごすようになるから、そういうのを待ってるかな。出張してる間にさ私がさもういいみたいななった時にどうなるかも分かんないから、その辺はなんかねこう駆け引きしてる。もういいよって言われて逆に家に帰ろうって思う人もいれば、じゃあもういいよってなる人もいるから、そう出張しに来てる人もいるよでも出張してる出張しに来てる人には本来の家があるかもしれないけど、ここのお家もほら見て大きい庭がある、ほら冷蔵庫はこんなに大きいよ、こんなにビール入ってるんだよみたいなでこう住みやすい環境、そうを教えてあげるの。そうでもそうなった時にこうさやっぱ揺れ動くじゃんうーんってなってる時にうーんってなってるとまた来るんですよ。家も帰るけどこうこっちにも来てくれるじゃない。一気に全部をこうさ家の中をさ一回で一気に全部見せちゃうとさ、次来た時に見せてあげれるものとか出してあげるものがなくなっちゃうから、なんか全部は教えないけど
こう来るたびになんかこういう発見もあるんだよとか。そう、ここに来たら違うなんかワンちゃんドーベルマンがいるんだよみたいなのをすると、あ、じゃあ今度いい公園行ってみようかなとか、ラジオ聞いてみようかなって思ってくれて、でそこからこうこっちの方が相性いいかもしれないってこの家の方がなんか仕事場から近いし住みやすいかもしれないもうそろそろ引っ越してもいいかなみたいなそう、両方あるからさ、自分の時に来てくれる、自分のとこに来てくれる人もいれば、ここにここから行く人もいるし できることならね両方いてほしいと思うけど。そうなんだよね、流れてきた人って流れてくっていうじゃん、釣られた人は釣られてくみたいな。でもさ、大人になるにつれて考え方って変わるじゃないですか。昔はピンクが好きだったけど今は青が好きとか。そう、いろんなところに旅行するの好きだったけど今は家で映画見てるのが好きとかあると思うから、何かねこう流れることの楽しさ、新しいものにハマることが楽しいっていう人によりもっと楽しいものを教えてあげたら変わると思うんだよね。なんだろうね。まあでもそれでもまた流れてく人は流れてくかもしれないけど、流れ着いた先でまた私が待ってたらいいんじゃない上から流れてきてかほちゃんのところである程度過ごして、もうそろそろいっかなと思ってこう違うところに流れてったけど、その先にまたかほちゃんがいたらまたかよってなるかもしれないけど、でもそれはまたそれでさ楽しいじゃん。またかよってなんてまたいるよみたいな、しょうがないなみたいなでまたしばらく経ってまたこう、まあ、流れようと思って流れてった先にまたカホがいたらさもうそれはさ、そういう人生だと思うしさ、運命だと思うじゃんそう、でもそれはそれでさ楽しいんじゃないって思うけど違うのかな。私は好きだけどな、そういうの根本がしつこいからさ そうだから、そうね、今いてくれてる人にはずっといてほしいなって思うし、ずっといてほしいって思うからこう全部さ、いてほしいから尽くしすぎちゃうと飽きられちゃうんだよね。だからその辺はやっぱさこう大事なんだよね。相手の求めてるものに全部全部答えすぎちゃうと
満足しすぎちゃうからより飽きやすくなると思うのよ。だからあえてしないとかも大事なんだなっていうのをここ 2、3年、1、2年で気づいたかな。1、2年、去年ぐらいあたりからこう 100% じゃダメだっていうのは感じた。何事にも 100% っていう意識だったんだけど、それはなんか正しいと思いきや間違ってもいるんだなと思って、たまにやっぱ 60% とかたまに減らさない減らしたりするのも大事なんですよ。そうだからね、難しいなって思います。彼女だったらいきなり別れよって言われるの私が そう、お腹すくから、そう、ご飯が美味しく感じるのと一緒で、お腹いっぱいだとさ食べる気にもならないじゃん。だからその辺がね大事なんですよ。相手が消化してきたなって思った時にこう美味しいご飯を出してあげると美味しいってなるから、そう大事なんですよ。最近ねそれがね薄かったなって思ったんですよ。私なんか昔はもっと計算高かったし、もっとなんかねずる賢かったんですよ。最近それがなんか薄いなって思ったの自分がだから改めて計算高く生きていかなきゃって思って、オフショル来てる大事ですからね。でもねそれがね嫌いな人もいるんですよ。こうなんか考え、うわこいつ考えてるなみたいな、やってんなって思う人はいるじゃん。でも言われたりする、こうはやってんなって、計算高いから今まで来なかったって、なんか苦手なタイプだと思ってたから今まで来たことなかったんですけどみたいな、昔は苦手だったけどって言ってる方とかもいるし、逆になんかこう計算高いところが好きって言ってくれる方もいるし、だったら自分の好きなようにやればいいのかなって思っちゃうよね。そう、どっちもいるけど、何の話してたっけうん、
もやっぱ楽しいのが一番ですよ。オタ活は、オタクは楽しく生きなきゃダメだから。そうだから、それを促す、それをより楽しいでもらえるような感じで生きてる。あ、幕張メッセ忘れてた。毎回言うねって言ってたのに。そうだから、ガホちゃんと楽しくオタ活したいよって方は、今現地でトーク会受付中なので、6月18日と6月19日幕張メッセお待ちしてますツーショット会の動画も上がってたね。レッツ遠征、まだ来れるよ。あの動画ね、私ずっと待ってたからねみんながこう NG 出してる間ずっと待ってるの、あそこで握手して帰り際に見上げた顔で帰っていく男の顔見る、好きいいじゃん、いい趣味だね。幸せな人じゃ、タイプの人じゃない？とうとうたどり着いてた。そうなんですよね。でもね、大丈夫だと思う、コツをつかんだから普通なんか自分のね、体調のとの向き合い方、ツーショット会の服はね、うん、いつまでに言った方がいい？もうそろそろ言った方がいい？色味だけあ、1日目じゃない、5月の3日が青系水色系で、4日目がピンク白系
3日がミルクソーダ、4日がいちごミルク。衣装とね、服着るけど、服の方は3日の日はどっかの部で R4G の水色のロンティーのトレーナーを着て、4日の日はどっかの部でセーターティーを着ようと思ってるんだけど、衣装を楽しみにしててください。というわけで、ランキングを見ます。1位ありがとうございます。ポ、2位ありがとうございます。む、3位ありがとうございます。ちゃ、4位ありがとうございます。ちゃ、5位ありがとうございます。の、6位ありがとうございます。な、7位ありがとうございます。し、8位ありがとうございます。9位ありがとうございます。ど、10位ありがとうございます。と、11位ありがとうございます。ほ、12位ありがとうございます。き、13位ありがとうございます。こありがとうございます。名前ね、呼べないのね、嫌だよね。なんとかしてほしいよね。そろそろなんとかしてほしいよね。何年かかってるんだって話だよね。難しいらしいんだけど、なんとかしてほしいよね。何かどうにかできる人材はおらんのかって思うよね。多分何も考えてないと思うよね。あと1分だ。怒ってるよ、そりゃ。なんとかしてほしいよね。ありがとうございました。長時間配信しちゃった。何の話してたっけ。なんかすごいすごい話をしてた気がする。バイバイ、おやすみ。